デベン・エビル・ベルは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の、アメリカンフットボール元コーチ、元 NFL コミッショナー。NFL のフィラデルフィア・イーグルスを創設し、オーナー、ヘッドコーチを務めた。その後、ピッツバーグ・スティーラーズでも共同オーナーを務めた。1946年に NFL コミッショナーに就任し、NFL 全体の人気上昇に貢献した。 コミッショナー在任途中に亡くなり、死後プロフットボール殿堂に推薦された。ペンシルベニア大学時代は、クォーターバックとして、チームを率い、1917年のローズボールに、出場した。第一次世界大戦中に、アメリカ陸軍に徴兵され、野外病院ユニットに着任した。1918年5月に、フランスに派遣された後、軍での任務の成果により、ジョンパーシングから、 専人総長の命を受け取った。戦争が終わると大学に戻り、ペンシルベニア大学フットボールチームのアシスタントコーチに就任した。世界教皇の間、テンプル大学のアシスタントコーチを務め、1933年に、ラットレーと共に、フランクフォードイエロージャケッツのフランチャイズ権を譲り受ける形で、フィラデルフィア・イーグルスを創設し、オーナーとなった。 1936年からは例に変わり、ベルがヘッドコーチを務めている。イーグルスのオーナーに就任後、ベルは他のチームのオーナーと協力し、弱いチームに良い選手を割り当てる機会を与えるため、ドラフト会議の開催を提案した。その結果、1936年に現在まで続く NFL ドラフトが開催された。その後、イーグルスは、 財政的に苦難を強いられ、1940年にベルはチームを売却した。その後、ピッツバーグスティーラーズの株式を購入し、共同オーナーに就任。間もなくヘッドコーチとなったが、開幕に試合で連敗し、アルド・ドネリに交代となった。第二次世界大戦中、ベルは戦争が終結するまで作戦を中断しようとしていた NFL に対して反対の姿勢を見せた。 戦後、第4代 NFL コミッショナーに選出され、スティーラーズの所有権を売却した。コミッショナーとして、積極的なギャンブル防止政策を実施し、オールアメリカフットボールカンファレンスとの合併を交渉し、シーズン後半に向かうにつれ、効果を高めることに重点を置いたスケジュール作成を行った。また、テレビ黄金期と言われた時代において、マスメディアへのアピールを強化するために、 試合のルールを調整し、またチケットの売り上げを確保するため、主催試合のローカル放送をブラックアウトするポリシーを実施した。各チームのオーナーからの批判と、米国議会からの圧力の下で、ベールは NFL 選手会の立ち上げを承認し、選手のための年金制度を確立した。1958年、試合におけるタイムアウトの時間を60秒から90秒に、 変更したこのシーズンのチャンピオンシップゲームのボルチモア・コルツ対ニューヨーク・ジャイアンツ戦では初となるオーバータイムでの決着となり23から17でコルツが勝利したこの試合は後に史上最高の試合と称されベルの功績がフットボールの進行に一役勝ったとみなされる一つの起因となった1959年10月11日 フランクリンフィールドで行われたイーグルス対スティーラーズの試合の試合の観戦中に心臓発作を起こし近くのペンシルベニア大学病院に緊急搬送されその日の夜に亡くなった死後ベルの功績を称えプロフットボール殿堂ペンシルベニア大学スポーツ殿堂フィラデルフィアスポーツ殿堂ハバフォードアスリート殿堂など様々な伝道に推薦された ベル自身が1937年に設立したマックスウェルフットボールクラブは1959年以降その年の最高の NFL プレイヤーにバートベル賞を授与している。1960年から1969年まで NFL はプレーオフの1試合をバートベルベネフィットボールと題し第3の開催地としてマイアミオレンジボールで開催していた。ありがとうございます。